うちの会社はもともと文房具を大手文具メーカーの制作協力会社として仕事をしておるんですけれども、自分のところのオリジナルの商品を作りたくって3年ほど前から取り組んでおりまして、今年のテーマは友禅を使った日本らしい商品を作ろうということで、文房具からまずスタートいたしまして、このような名刺入れなどを作りました。で、全てのコンセプトに共通しているところっていうのは、中に入れる友禅の柄と、それからこの縁の格子をかたどった柄、それから小さくて見えにくいんですけれども、この格子に施した細かい綺麗な小紋の柄、この3つを組み合わせて友禅の艶やかな柄を格子越しに見せるっていうのがうちのデザインの特徴です。スマートフォンブームでもありますし、で大半の方が、iPhone をお使いの方が多いということなので、まずは iPhone でこういう衣装を、デザインに盛り込んでお使いいただけたらと思いまして、 iPhone 用のカバーというものを作らせていただきました。非常に友禅の柄っていうのはたくさん種類があります。で、友禅っていうのはやっぱり日本固有のものですので、やっぱり日本でしっかり作ったものを海外にも向けてご紹介していただきたいと思っているので、たくさんの友禅の柄をもっと集めてですね、で本当の日本製を海外に対して発信していくということですね。でその中にこのような壁を飾るようなアートとして、海外のお客様から好評なので、こういうものもご紹介をどんどん進めていきたいと考えております。